タケの収入源を10個作るチャンネル今回はライターで月3万円を効率よく稼ぐ手順いきなりライター NG というお話です、えー、まあ僕ブログ相談サポートっていうのをね あのやってるんですけれども、まあ、その中でライターやる方もお手伝いしています、えー、初心者の方なんですけれどもで、まあ、いろんなやり方を試した結果ですね最も効率よく稼ぐ手順はこれだっていうのをね、えー、もうほぼ見つけましたまあ今2022年1月現在の話になっちゃいますけれどもあ1月ごめんなさい2月のですね2月の話になっちゃいますけれどもまあ使える結構使える本質的な部分 のお話をしますので、ぜひ参考にしてみてください。で、収入源の作り方がですね、概要欄に記事が書いてあります。ぜひ見てみてください。ライターの作り方もあります。で、ブログ相談サポートをやっています。Zoom で相談に乗るという、ね、サポートなんです。初回1時間無料になってまして、まあ、体験版みたいなのがあるんですね。 で、その後、継続して、えー、いただく方は有料になってしまうんですけれども、おまあ,あ、そんな高くないです。はい。えー、なんか、なんちゃら,らスクールみたいに何万円するもんじゃない、ないんで、えー、もしよかったら見てみてください。まあ、一回無料で使ってね、まあ、そのままあ使わないっていうのもありなんで、ぜひ一回使ってもらえればと思います。で、メルマガもありということで、3ヶ月で収入源を増やすメルマガという、ね、のをやっています。まあ、続々と収入源に関する情報がメルマガで送られてくるっていう、ただそれだけのメルマガです。よろしくお願いします。はい。 でライターは単価が勝負っていう話なんですけれども最初いい単価でできません、まあ、1円より大きい、まあ、1.5円とか2円とか、まあ、これはちょっと難しいですね初心者の方の場合なので、まあ、0.7円から1円ぐらいが最初の理想かなと思いますでクラウドワークスの場合は、まあ、星,星評価ですよね、まあ、星かどうかちょっと忘れちゃいましたけど評価がたまっていくんで、えー、評価がないうちはやっぱり厳しい部分はありますただ 0.7円から1円ぐらいだったらなんとかなると思うんで,思うんで、まあ、そういう案件を受けてだんだん評価を貯めていってまあ何ですか、ね、選考に通りやすくなる応募が通りやすくなるっていうのがあ理想ですねはいで、えーまあ、単価が高いとですね応募通りにくくなるということで、まあ、応募数が増えちゃうんですよねどうしても文字単価0.1円に応募する人は少ないですけど文字単価あ1円に応募する人はまあまあ増えてくるんで,で、えー、クラウドワークスで文字単価1円っていうのはまあそこそこ 高い方ですよね文字単価としてはあなので、えー、そういう案件が、まあ、すぐ埋まっちゃうという埋まっちゃうというか、まああまあ、倍率がね高くなるっていうことですねじゃあどうするんだって話なんですけど効率がいい順番がありますはいで、えー、あらかじめ注意点なんですが安すすぎる文字単価は危険で,すで目先の利益は捨てるということなんですけれども これ本当に重要なんですけど副業をやるときにやっぱどうしても目先の利益を欲しくなってしまいますで目先の利益を取りに行けば行くほどお結構危なかったりするんですよね一番大事なのは時間なんですよで目先の利益を取るってことは例えばアルバイトを想像してほしいんですけれどもまあアルバイトを応募すればすぐ目先の利益をゲットできますよね1ヶ月でまあ,あ別に頑張れば15万ぐらい行きますしい、まあ、頑張んなくても5万ぐらいだったらいきますよねただ目先の利益っていうのは基本的に 低時給なんですよ。低い時給なんですよ。なので、もう大変なんですよね、結局は。はい。で、ライターも一緒です。文字単価0.1円ね。で、やりましたと。で、ライバルがいないんですんなり、えー、応募できて、えー、提案が通りましたと。で、0.1円だと1万文字書いてせえんですよ。1万文字って、もう半日がかりとか。<laughs> まあ,あれは1日じゃ書けないですよね初心者の方が1万文字は1日で書けないと思います。何日もかかると思うんですけども、それで1000円ですよ。これって、まあ、例えばそれを10件やって月1万円稼いだとしても、その時間は本当にもったいないというか、無駄になっちゃうと僕は思っています、はい。なので、まずはライターで低時給に陥らないために、まあ、低単価とも言いますけどね、まあ、低単価、低時給ですね、に陥らないためにどうしたらいいのか。 ね、それはこの下の2つ書いてありますけれどもスキルを上げて高単価案件を受けるそしてスピードを上げるですねはいまああのー、スピードが上がればね書くスピードが上がれば当然、えー、時給的には良くなりますね文字単価が0.5円でも書くスピードがめっちゃくそ早かったら時給的にはいいみたいなね、えー、例えば1万文字の案件は0.5円で5000円ですよねでその1万文字を1時間で書けちゃうんだったらまあ無理ですけど1時間で書けちゃうんだったら まあいいじゃないですか。はい。まあそんな感じで、まあ、スピードを上げるっていうのも非常に重要ということです。じゃあ具体的な手順ですね。まあ何だと思前、あのさっきまでなんか手順を教えるとか言いながら、なんかスキルアップラーとかね、まあ当たり障りのないことを言いやがってみたいな意見が聞こえますけれども、ちゃんとやり方あるんですよ。まず、まずワードプレスブログを作ってください。これは急がば回れですけど、いきなりライターやって稼げる人ってあんま いいないです、す。それぐらいの文章力を持ってる人もいないですし、いまあ、まあ、そういう文章力を持ってらっしゃったら、まあ、ね、いきなり文字単価いけますけど、結構高いの。まあ、基本的には無理だと思うんで、ワードプレスブログを作って、ワードプレスの経験を積んでください。で、別に、あのそんないっぱいやなくていいんですよ。ワードプレスブログで3記事から5記事書けば、もう経験ありで OK なんです。はい、ケ、OK、ーです。一通り、まあ,あの、表を作ったりとか、テーブルを作ったりとか、まあ、僕のワードプレスの 動画講座っていうのが、ブログ動画講座っていうのが、僕の竹のブログゼミっていうブログにあるんですけど、一回ちょっと概要欄から、ブログっていうところからね、見ていただきたいんですけど、概要欄にもね、あの貼っておこうかなと思うんですけどお、そこに記事の書き方っていうのがあるんですよ。で、えー、そのリストを作るとか、表を作るとか、で、あそこ一覧になってるんで、それができればもう OK です。はい。それができれば、基本的にはライターでワールドプレス経験ありで応募して OK、えー。っていうのは僕の実体験としてもおあります。え、そんだけでいいのっていうぐらいですよ、正直。はい。 こんだけできれば OK っていう感じ。意外と多分できます、皆さん。はい。で、えー、ブログの基本もワードプレスブログを立ち上げると学べますし、あと、スキル、ワードプレスのスキルかける高単価ね。ライター1円とか0.8円とか、その辺はまあ最初から受けれるようになりますよね。はい。で、この方法はガチでおすすめです。結構自信あります。なぜかというと、僕が教えた人は、 あの文字単が普通に1円とか2、3ヶ月後からどんどん応募してどんどん取れるようになったからです。はい。はい。だから自信がありますね。で、えー、ライターで稼ぐための最短ルートはこれかなと思います。で、ここであの、クラウドワークスの案件である程度経験を積んで、まあ、継続案件を取っていったり、あるいは、あ独自に契約を取ったりとか、あそういう風になっていけば、ライターとしての収入は上がると思います。はい。僕はそこまでやってないですけどね、ライターで15万とか20万稼いだことはありますけど、まあ、ブログが好きなんでね。 やっぱね、納期があるのが大変なんで、<laughs> あんまあ、ちょっとね、あのサボり癖が、僕の悪いサボり癖が出てますけど。ただ、全然稼げますという話ですね。で、先ほどちょっと話しました。竹のブログゼミ動画講座っていうのがあります。で、記事執筆しよう。ごめんなさい。記事を執筆しようだったと思います。まで見てください。順番に。 で、順番で見ていただければあ、基本的にはできるようになりますんで、えー、その動画見ながらやってください。で、あの、もし、ちょっとわかんないことがあれば、あの動画、新しいのアップロードしたいんでね、僕も。どこがちょっと変わったとか、わかんないんで、意外と。教えてもらえたらなと思いますね。ただ、YouTube のコメント、意外とちょっと見れてないんで、Twitter とかだと嬉しいです。はい。で、えー、その記事執筆使用編の作業があ一、一通りできるようになったら、もうライト受けれます。はい。ですが、ですが、 見ながらやってるうちはちょっとダメかなと思うんですよね。見ながらやるんじゃなくて、もう練習して、もう何回も何回もやって、もう見ずにできるようになってほしいです。そうしたらライター早くできます。はい。見ながらやってたらね、さすがに時間かかっちゃうんで、もう見ずにできるようになるというのが大事ですね。はい。で、記事ネタどうするんだっていう話なんですけども、単価の高いジャンルを勉強してください。で、クラウドワークスをバーってまず20件ぐらい見ていただいて、あのライティングランケンですね。で、文字単価が1円、あるいは1円以上の ジャンルっ勉強というかまあバーって見ていって例えばなんか仮想通貨の案件が多いなとかマッチングアプリが多いなとか,なんか、あのー、健康なんかサプリの案件が多いなみたいなでその案件っていうかまあジャンルの中から自分が好きなやつを選んで高単価なジャンルの記事を書いていくっていうのは、まあ、ライターとして稼ぎやすいかなと思います結局仮想通貨のライターなんか募集してて ライティング能力いくらあっても仮想通貨やったことなかったら応募しにくいんですよ。まあ、応募してもいいんですけどね。でも、やっぱ多少知識があった方がいいんで、そういうそのジャンルの知識ですよね。仮想通貨なら仮想通貨、まあ、投資なら投資、えー、節約なら節約、ポイ活ならポイ活なんですけれども、そのクラウドワークスにいっぱいあね、案件があった方がいいんで、クラウドワークスをザーっと見てあ、このジャンルだったら勉強したいな、みたいな、ジャンルを1個決めて記事を書いていく。ブログ記事を書いていくっていうのが、まあ、一番おすすめですね。 はい、で、記事にすると、高単価をさらに受けやすくなるということで、えー、クラウドワークスの場合、まだ貼っていいんで、あの、URL を。で、こういう記事を過去に書いてますって言って、ブログアピールすれば、ワードプレスでやってるんだなっていうのと、あとそのブログ記事でね、結構いい記事を仕上げてくださいね。えー、その記事でプレゼンすれば、通りやすくなります。ランサーズだと貼っちゃいけないんですけどね、確かね。で、えー、提案文と応募文ですね。で、えー、提案、提案文、応募文。 ちょっと日本語おかしいな。応募するときの文です。はい。で、えー、これ重要です。これが良ければ通りますからあ、その人がどんだけ実力がなくても通っちゃうっていうね、<laughs> 魔法の文章なんですけど。コピペ現金です、はい。よくあるのが、あの10個案件を応募するときに、ほとんど同じ文章をコピペして、ペタ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 貼ってやるっていうね、えー、やり方。これはもう絶対だめです。はい。コピペ現金です。で、応募実行、応募要項っていうのが、 クラウドワークスだとあるんで、それをもうちゃんと読んでください。丁寧にやるっていうのが一番重要です。多くの人はいっぱい案件見て、ざーっと見てやっちゃうんですよ。違います。少ない案件を丁寧に見てください。で、応募要項の相手が求めていることをしっかり読み取って、じっくり読み取って、それをそれに対して全部丁寧に答えてアピールする。これだけです。これで取ります。普通に。はい、相手のメリットだけを考えてください。だから応募要項出て五つの質問に答えてくださいとかあると思うんですね。 で5つの質問に答えるだけでなくそこにアピール要素を盛り込むんですよ。例えばあ記事数いっぱい書けますとかね、えー、他にもなんか、えー、月にあ週に2記事以上要求しますみたいなことが書いてあったら、えー、週に2記事ではなく3記事対応もできますみたいなことを書いておくんですね。そうするとまあ通りやすいですよね。 2記事かけるるる人よりは3記事の人はのの方ががキャパがあるんで通るかもしれないってことですね。もちろんそれで全部が全部取るわけじゃないですけど応募要項をじっくり読んで相手が求めてるものをしっかり把握してそれから応募を書くっていうその丁寧さが大事なんですよそれさえやればまあ通りますはっきり言ってただそれをやってる方っていうのはほとんどいないですほとんどいないです90%から95%の人はいないやってないんで国吸の人がまあ7割 で、よろしくお願いします稼ぎたいですっていう人が、まあ、10%、15%あーぐらいです、はい。で、よろしくお願いしますだけの人があー3%ぐらいで、残り7%ぐらいの人が、まあ、ちゃんとやってるっていう話なんで、えー、本当にここうちゃんとやるだけで、えー、結構上位に入れます。で、なぜそれ,はそれを言えるかっていうと、僕もお、まあ、外注したり、採用したりっていうことをやっているんで、えーまあ、そういうことが分かるってことですね。で、テクニックは意外といりません。 はい、なんかテクニック、なんか、なんか提案文のテクニックとかよくあるんですけど、まあ、あと、ライティングも、まあ、ライティングはちょっとね、あの知識もいるんですけど、ただ、なんかテクニックには走りすぎてる感がありますよね。相手の求めてるものを丁寧に返すっていうのはすごい重要ですよ。本当に重要。それこそがテクニックですよ。ブログでもそうです。相手が求めてるものをすべて汲み取って、すべて汲み取る、すべてが大事です。一個もらさないでくださいっていうことですね。で、そのすべてを汲み取って、すべてを答えていく。 はい、それだけです僕が害虫とかする時に求めるものっていうのは別にスキルが、まあ、ある人がいいですけれどもおどれくらいのスキルがあるのか正確に把握したいんですよやっぱりで、まああのー、その正確に把握できるだけの情報を与えてくれてるかっていうのは重要ですねでそのスキルの中から判断するってことになるんで「よろしくお願いします」って言われてもですね <laughs> ちょっと無理なんですよ採用ははいで「頑張ります絶対やります稼ぎたいです!」って言われてもですねいやそれ無理なんですよ その人の実力分かんないからです。なので、えーまあ、求めている応募概要に対して、しっかりと丁寧にね、丁寧に丁寧にテニスを打ち返すか、まあ、卓球を打ち返すみたいな、そんな感じで、えーまああのー、答えていけば、基本的には OK です。はい。で、テクニックを覚えすぎるのって時間無駄です。なので、最低限の うん、テクニックっていう、まあ、例えばです、です、です、ですって、ずっとですが続いているみたいな応募文はダメですよね。はい。あのそういうところに関してはいろいろあるんですけどお、ただ基本的には相手が求めていることをしっかり返すというのが大事ですね。はい。あと、国語の文章としておかしいとかもね。まあ、そういうのも減点対象になりますし、えー、そういうのはちょっと避けたいんですけども、っていうところですね。で、まあ、そういう,うことは、細かいことはブログ相談サポート、まあ、サポートズーム相談なんで、いろいろブログ以外のこともお答えしていることもあります。はい。 まあ分かんないことは分かんないんですけどね。ただライターとかブログに関しては分かりますので、まあその辺はお伝えしているということです。でまとめです。ワードプレススキルで大きく変わります。で、安すぎる案件受けない方がいいです。まあ目先の収入、例えば0.5円ぐらいだったら迷うと思うんですよ。0.1円はさすがに安いですけど、0.5円ぐらいだったら応募しようかなと思うかもしれないです。ただあの、時間っていうのは有限です。無限じゃないんで、やっぱりスキルを高めることを第一に。 していいいたただきたいと思いますなのでワードプレイスでまずいい記事書く練習をしていただいてそれから受けるっていうのがいいかなと思いますねそれが急がば回れで最短で文字単価1円を早く取れる秘訣だと思いますねで今ちょっと話はちょっと戻りますけど文字単価1円は普通に取れるっていう話 まあ、ちょっと前だったら取れたんですけど、今ね、ライターさんもすごい増えてきて、2020年ぐらいからですかね、さらに増えてきてですね、まあ、競争がやっぱ激しくなってきつつありますよ。で、その中で、文字単価一円取るっていうのは結構ハードル高くなってきてます。特に初心者さん、初心者さんは。なので、まあ、ちょっとね、ワードプレスのスキル、5記事ぐらい書くだけなんで、まあ、1ヶ月、や1ヶ月ぐらいやれば全然いけますんで、1ヶ月ちょっと我慢して、ワードプレスブログを立ち上げて、まあ、何記事か書いていただいて、で、んで、 ライター案件突っ込めば、まあ、応募できる案件めっちゃ増えるんですよ。ワードプレスができるだけでエンタメ系のちょめちょめジャンルの, <laughs> うんあのライターだってできますし、であとタレントのことを調べるだけでも文字単価一1円になったりもします。うーんワードプレス直接入稿っていうだけで単価が上がったりね、ね Google ドキュメントから格上げになってね単価が上がるんですよ。で、実際にやってみたら分かりますけど、Google ドキュメントと比べてワードプレスが難しいかって言われたらそんな難しくないですよ。はい もう扱ってる人だったら別に僕だったらワードプレスの方が打ちやすいんですからドキュメントより、えー、それぐらいなんであのぜひね、えー、ワードプレスブログを立ち上げて何記事も本当何記事かでいいんで、えー、長文の 3000, 記事3000文字ぐらいの記事をまあ何個か書いて、えー、まあライター応募していくといいと思いますね、はい、で,で最後になりますけどもメンタル勇気と愛と勇気だけは友達ではなくて、えー、勇気と提案文が大事です はい、受かってしまえば、あとは丁寧に作業するだけです。この丁寧さがすごい重要です。とにかく。誤字脱字がないとかね。えそういうことです、はい。誰でもできることをやれるか。これ本当に重要ですね。で、えーまあ、勇気が大事なんで、条件に当てはまってたら応募してください。はい。もう普通に応募,しても応募してもらっていいです。その応募する勇気ってすごい大事なんですよ。なので、ぜひ応募してください。で、丁寧さが大事なんで、例えば20個も30個の案件見て、バーってね、コピペでいっぱい応募する人いるんですよ。 はい、30個ぐらい応募して1個ぐらい受からばいいや、これが一番ダメなんですよ。ダメ。もう、あの、2、3個でいいんで、まあ、もうっと言えば1個でいいんで、1個を丁寧に応募してください。僕は、む昔ライターやってるときは、1案件、1日1案件以上応募しないというのは絶対決めてました、はい。1案件だけ丁寧に時間かけると。で、30件も応募しようと思ったら、やっぱりコピペになっちゃうじゃないですか。ね、めんどくさいですし、正直。<laughs> えー、なっちゃうんで、もう、1日1案件まで、応募は、にきしてました。 で、一案件をしっかり時間かけて応募して、採用を高めるということですね。はい。まあ、あのー、このあたりは慣れなんですけれども、まあ、僕がお伝えできることはあー、YouTube ではこれまでかもしれないです。はい。はい、ってことです。あと、あ、あれあれあれです。概要欄、概要欄あります。ライター、ライターね。えー、あそこに、まあ、僕は YouTuber じゃないんで、<laughs> YouTuber でありながら、YouTube やってますけど、ブロガーなんで、ぜひですね、ブログ見て、ブログ見ていただけると嬉しいです。はい、このチャンネルですけど、なんと、 チャンネル登録すするるとと10個の収入入源が手に入ると言われています最後にクエスチョンマーク入ってますけれどもお皆さんの目には見えてないはずですそして概要欄に収入源の作り方がありますメルマガ無料でやっていますんで是非チラッと登録してみてください、はいまあ、特にあの最後にコンサルとかもないです,ないっすただ単に収入源のやり方が送られてくるという <laughs> ただそれだけのメルマガですということで今回以上ですありがとうございました